はい、どうもワイルドリバーです。今日もアーケやってます。今ね、そろそろね、工業文明発展させたくて、工業文明開幕していくためにアンキロサウルスそろそろ使って石掘りたいんだけど、アベレーションではね、アルゲンダミスがいないので、代わりにこのカルキノスってのをテイムしてアンキロサウルスを運ぶ必要があるんだよね。今ちょうど人少ない時間帯だったので、今日は一人ですけど、カルキノステイムを目標に、あわよくばね、ちょっとだけね、レイドラッカーも手つけていきたいと思います。とりあえずは川何往復もして、スピノサウルスしばき散らかしてカルキノス沸かせるところから始めましょうか。あ、スピノサウルス今正面通ってるね。レベル217やっちまうか。こんにちは、握手してください、握手してください。おい、重いね。バズカ失敗相手持ってるんじゃない。金やろー、金やろー、よーし、おいしいかもー。チェーンソー、クロスボウ、オッケー。まあ低音ポットまだ作れねえからありがてー。クソ、でもカルキノステイムしようとしてるときにあっちまうのはまずいな。こうやってサバイバーと出くわしまうから、なおさら早くねカニザウルステイムして工業文明開いてね、たくさんタレット置いて構えたいし、拠点を発展させるためにも反撃の目を積む意味でもね、工業炉作って火薬作ってで C4 作って拠点巡回できるようにしたいね。お、やべえのいる、145カルキノスいる、絶対あれテイムしよう。うわー、でも怖え、周りなんもないか。あれテイムできればでかいぞ。いやー、にしても開幕の PVP はマジでいいね。ダウンロード可能になっちゃうと人間のこういうバチバチのやり合いがね、一気に減っちゃうから、同じ PVP でも別ゲート貸すんだよね。なんだか一番楽しい時期に PVP できてるような気がします。 OKOK、 スピノの体力もプラント X で前回まで回復できたので、じゃあカルキノステイム行きましょうか。まずはラベジャーとかに食われたらシャレなんないから周りを掃除してあげるんだけど、あれ死んだ、少し目を離した隙にいなくなってるんだけど。あいつ人間乗ると強いけど野生だとね、足元攻められると割となすすべなく死んじゃうんだよ。おっと、俺の拠点にさっきのゼロのやつが来てるね。ちょっと一回拠点戻ろっか、復讐しようと木を伺ってるね。まあちょっと嵐が過ぎ去るの待ちますか。こういう時は拠点で防衛をしてみましょう。あ、いっけね、ゼロって仲よ、ゼロって拠点の近くにあるトライブのやつじゃん。まあ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 割とね、ちょっとお互いね、近いか近くて開幕間近だから有効にしとこうぜっていう、同盟は組んでないけどそういう雰囲気あったトライブだね。まあ、唯一あそこのトライブ仲良くしてたんだけど、やべえ、俺殺しちゃった、ごめん。まあ誰だってうっかり人殺しまうことってあるよな。うっかりだったから許してくれ。まあしばらく待って大丈夫そうだったので、ちょっと行ってみますか。またカルキノステイム、お、いいね、110レベルのカルキノス湧いてくれた。あいつテイムしてこっか。さあ OK で、直接やり方を教えてもらったんだけど、こうやってスピノサウルスとかでターゲット取っていい感じに恐竜も3つぐらいやればこれでいけるらしいです。まあ不安だから俺は4つ使おうか。 OKOK、 これでハマって動けなくなったんじゃないか。いやあ、しよ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 し。んでこっからいつもなら透析機使ってテイムするんだけど、いや見てくれ、ちなみにそれもうやってます。レベル130のカルキノステイムしようとしてたんだよね、配信で昨日。でもできなかったんだよ。っていうのもね、あいつカルキノスね、衛星のアベレーションバグキノスになってるんだよ。塔型ミリオト化してるんだよね。透析機が今当たらないバグが起きてるらしい。で、同じトライブの人から教えてもらったんだけど、大砲なら一応当たるよということなので、大砲もう作ってあるのでね、大砲でテイムしていきたいと思います。お、でレベルも上がってる。いや、生き物殺しまくってたらレベルいつの間にかすんごい上がってるね、93。いろんなエンガルムできるようになってるんじゃない。あ、ほら、いろいろとできるようになってる、文字盤とか。ゼペリさん、あ、これがあれか、操縦可能な空飛び方。
アベレーションで空飛べる飛行船が追加されたって聞いたんだけど、セペリさんがそうなんだろうね。うえぇ、ポリマー400、インゴット600、電子基板30、めちゃくちゃ軽い。モーターボードより軽いじゃないか。エレメントとか、プロ真珠とか、どちゃくそに要求されそうなイメージあったけど、こんな簡単に作ることできるんだね、セペリさん。オッケーオッケー。これでね、金属インゴット供給する目処ついたので、セペリさんとかもね、どんどん作っていこうね。いやー、ちょっと今日一人でやってるから怖いね。護衛がいないと。まあ、俺一人でもできるんだぞと、ドライブの面々にね、いいところ見せていきましょう。まあ、こんぐらいの高さでいいか。で、できれば再利用したいでな。で、これで、頭合ってるかな？攻撃！合ってるかな？当たってるかな？これ。当たってないね。正面から狙ってみよっか。合ってるよな。攻撃！オッケー、当たってはいるっぽい。一撃で寝たんだけど。え？寝た？本当に。一撃で寝たんだけど、カルキロス。え、ちょろこんな簡単にいけるの？マジかよ。俺昨日ね、こいつ3時間ぐらいかかってテイムできなかったんだけど。一撃で寝た。なんか間違ってない？あ、寝てるわ、本当に。で、こいつはフニクレテイムができるんだよね。いや、あ、最悪。あ、まあでもそんなに下がってないか。オッケー。え、これ投石機でテイムするよりいいかもね。エコだわ、むしろ。投石機、何発も何発も打たないといけないので、再利用できないんですけど、大砲なら一撃で寝るからね。置いて打ってすぐ回収。これで無限にいけるね。あ、オッケー。カルキノス、テイム終わったね。ほいよ。いや、でもあれ、だいぶ、テイムボーナス下がっちゃったか？レベル110テイムだったから、164レベルぐらいまでマックスでいくはずなんだけど、50% ぐらいまでテイムボーナス下がっちゃったらしいね。まあ仕方ないね。十分有能なんでいいでしょう。重量1216。体力6240、いいね。こいつに、アンキロサウルスを持たせて、で、それで駆け回る。ちゅうこっちゃんなんよね。まあ、ここまでは PVE でも同じ、ただの優秀のカルキノスなんですけど、ことさら PVP ではね、こいつはさらに特別な意味を持ちます。というのもね、カルボネミス、シーズン1、シーズン2でもどちらでも非常にお世話になったんですけど、あいつが弾ダメージ 85% カットっていう仕様があるじゃん。80% カットっていう仕様あるじゃん。なんとカルキノス、カルボネミスの 80% を上回る 85% の軽減率を誇るそうです。で、それだけにとどまらず、なんとなんと、カルキノス、ブリーディングできるように なったみたいですよ。いや、これ一番衝撃じゃない。俺は一番衝撃だったね。やーくね、いくら有能でも、ブリーディングできない一点物の恐竜はすんごい使いづらいんだけど、ASA でついにね、カルキノスのブリーディング解禁されたみたいで、ASA ではね、カニレイドが盛んになっていくことでしょうね、きっと。でもちょっと一匹レベル110だけだと寂しいんで、まあもう一体ぐらいテイムしこっかな。お、レベル115のメスいいね。よーし、オッケー。でー、はい、おやすみなさーい。おやと。で、これでオッケーと。おー、いいね。レベルそんなに高い個体じゃなかったけど、メレーそこそこ高いし、重量十分あって、体力7400。いやー、なかなかこれは、頼りになりそうなカルキノス、テイムできたんじゃねえか？で、ついでに卵を産ますとか、本当にこいつは、交配ができるようになったのか、俺は自分の目で見るまで信じない。おー、はっ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 は。でけー。交配できるようになってる。これやばいね。これでカルキノスね。雑に使えちゃうのはもちろんなんだけど、ブリーディングでさらに能力値を使うことができるってことだからね。いやー、やばいね、これ。生きてー、レイド。レイドしに生きてー。んじゃあ、程よく、カニでテイムできそうな拠点探してきますか。いろんなところにね、高いところに拠点作ってたりする人もいるだろうけど、そういうところはカニじゃまだいけないから。低温冷蔵庫とかはまだね、作れないでな。あれ？作れるっけ？こういう戦利品クレートとかじゃ作れないんだよね、確か。え、作れるっけ？あ、
俺バカだったわ。あ、ごめん。なんか、あれ、みんな迷惑かけたね。あ、そっかそっか、俺地上のさ、供給品クレートまで行かないと作れないと思ってたから、ずっと低温ポットとか低温冷蔵庫拠点に置いてなかったんだけど、どうやら作ることできるらしいね。いや、完全に勘違いしてましたわ。よーし、ほいだら拠点探してくるか。ちょっともう長くやりす。はい、見つけた。オッケー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 。ちゃんとしっかり生きててくれたね、拠点が。いや、パッと見だけど、ちゃんとしっかりしてそうな拠点だったから、さぞかし物資もうまいことでしょう。いや、ああいう拠点こそ、ぶち抜きがいがあるっつうものよ。そうしたら準備していきますか。俺たちはまず、金属がマジでないから、金属鉱石集めて、金属焼いて、で、ツェペリさん作って、で、それをツェペリさんと今テイムしたカニザウルスでレイド、っていう感じよね。よし、じゃあそうしましたら、ツェペリ作る材料揃ったんで、ツェペリ作っていきますか。これだね。ツェペリン。ほい。いやー、作っちまったー。オッケー、これで、上にある拠点もレイドしに行けるぞ。さあ、早速置いてみよっか、ツェペリン。多分、イカダと同じような感じだよね。あ、重量ゼロ扱いなんだ。便利。で、ほいよと。あー、こんな感じなんだ、ツェッペリン。すげー、かっけー。おー、ほほほ、ツェッペリさんが動かせる。こういう感じか。すごいね、しっかり空飛ぶ船してる。おはははは。やべレーション、空中生物が。禁じられてるこのマップに、とんでもない文明が入ってきてしまいました。さあ、恐竜とかは乗っけられるのかな？ツェペリさん。あ、オッケーオッケー。恐竜も普通に乗っけられそうだね。あー、で待って、ツェペリさん重量あるのか？ツェペリさん重量とかいう概念があるみたい。体力が2万、重量が1800だって。1800コスト動けなくなっちゃうのかな？普通のイカダロかモーターボードは重量無限のはずだけど、ツェペリさん、まあ、さすがにね、それも、そこまでは許されなかったみたい。おっしゃー、じゃあ行くぞー。わはははは。いや、やばくないこれ。アベレーションの景色よ。さあ、ここら辺だったかな。こんにちはー。やってるー。抜きに来たよー。で、もうちょっと上か。はい。撃たれてる、撃たれてる。あそこだね。うわぁ、味方が死んだ。やらしいところにタレットあるね。で、サバイバータレット、サバイバーオンリータレットか。いやぁ、サバイバーオンリータレットってどう抜いたらいいんだろうね。すべてのターゲットのタレットなら、弾抜き分かりやすくていいんだけど、サバイバーオンリータレットってのがちょっとやらしいね。いやー、なんかもっとスマートにいけるかと思ったけど、思いのほかなんか脳筋寄りな戦法になっちゃってるね。くっそ、もっとスマートにレイドしてよ。いや、くっそ、今のところカルキノスいいところマジで何も見せれてね。んで、オッケーオッケー。じゃあ、今度はね、金属の鎧着てれば、そんな即死するレベルってわけじゃないって分かったので、自爆特攻方式でやってみよっか。俺が金属の鎧着て、トライブの人にね、メルさんに運転してもらって、俺が突っ込んでくると。よーし、じゃあ頼んますぜ。さあ、これで俺はどうなるのかよくわかってない。ほうほうほう。おー、なるほど。これでめり込んでるから。やばい、どうすればいいんだ？やばい、抜けたんだけど。え、もうわかんない。えい。オッケー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 。扉はぶち抜くことできたけど、なんか俺挟まっちゃって、何も見えない。オッケーオッケー、動かすわ、動かすわ。ナイス。おお、しよ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 し。これで発電機を抜けば俺のお仕事オッケーや。おお、いろいろとある。うめえ。
オッケー。でも、アンバリンゴットないか？あれ、ちょっとしょぼくない？こいつ、ほとんどの物資を弾にしてたのか。いや、でもここめちゃくちゃ強そうだね。俺たち拠点構えれたら。実際さ、ただのタレット、ヘビーオートタレットですらないのに、こんなに俺ら苦戦強いられたからね。よーしよしよしよし。まあまあ、とりあえずこんなもんかな。インゴと言うて1000個ぐらいかな。運は取れたから、十分じゃねえだろうか。あと一番最初のレードにしてはだいぶ歯応えあったね。まあ、物資はほどほどだったけど、セペリを使ったね、レイドのやり方とか、ノウハウを培うことができたのは非常にいいじゃねえだろうか。まあでもしかしね、今日抜いた拠点はね、ボンボも BB もないね、最低限のスターターセットみたいな感じの拠点だったね。いや、せっかくね、玉抜き用の恐竜もこうやって続々とテイムできてることですし、次回以降はね、もっと上手い拠点、ぶち抜いて、ボンボに BP、奪っていきましょうや。ってことでね、今日はね、工業発展、玉抜き用に必須のカルキノス、そして、空飛ぶ船、セペリを作っていきました。ということで、次回以降の発展にも、乞うご期待やで。じゃあ、バイバイ。